北海道地北高原鉄道 CR70 系、機動車は北海道地北高原鉄道が開業から廃線まで使用していた機動車。なお、本校では同系車の CR75 系機動車についても記述する。ふるさと銀河線の転換開業に合わせ、新潟鉄工所で製造された軽快機動車である。百八十八年から九百九十年にかけて、 CR70K8 両、CR75K4 両の12両が製造された。車体は、新潟鉄工所製の警戒機動車 NDC の国間地仕様で、全面貫通扉付け、16メートル級に扉、両運転台の普通構成となっており、北海道旅客鉄道基派130型と同型である。なお、当初投入された六両については、新潟鉄工所から、 公衆輸送により日本海縦貫線、函館本線、室蘭本線、関北本線を経て、北見駅で、地北高原鉄道に引き渡された。関北本線の北朝日川北見間には、農作物出荷の繁忙期である周期に、貨物列車の設定があるが、同線における、公衆輸送は極めて異例の事例であった。全面窓には、パノラミックウィンドウを採用し、 貫通扉上に、ヘッドライト、運転台左上に、手動の方向膜、下両側に全照灯、標識灯、左右両側にワンマン運転用のサイドミラーが装備、されている。車体はホワイトをベースに、前面窓上から、側窓上にかけて、レッド、前面倉庫から、側倉庫にかけて、澄み切った青空の下緑の光源を改装する、姿をイメージした。 ブルーグリーンの4本のラインで塗装され中に沿線の1四六兆を表す7つの星をあしらい、貫通扉下及び右側の側窓と上空扉の間に北海道地北高原鉄道のシンボルマークが貼り付けられている。車内はクロスシートとトイレを装備し、運転代行部に整理券発行機と運賃箱が設置されている。冷房装置は設置されていない。定員は102名。 主要機器類は走行用機関として DMK13HS を1機搭載し、変速機は DBR115 を採用、台車は NP122D、NP122T を履いている。最高速度時速 95km 飲料自販機が設置されている CR75 系の車内車体及び、主要機器類は CR70 型と同様である。 車内装備も大半は CR70 型に準ずるが池田寄りの扉付近に飲料自動販売機が設置されている。1から3は CR70 型にビデオ装置と自動販売機を追加した仕様。定員100名。101は1990年に製造されたイベント使用者で、車内はロングシートでオーディオモニタ装置を装備している。定員は104名。 1989年6月4日のふるさと銀河線開業時には CR70 系6両で運転開始。同年7月24日までに CR70 系2両と CR75 系3両が準備されて必要数が揃い、同年8月6日のダイヤ改正よりワンマン運転を開始した。日中は炭鉱もしくは2両、朝夕ラッシュ時は3両、 イベント運用時には、最長5両というローカル線としては、異例の長編制で運転されるなどしたが、利用客の減少により、運転本数が減便されたため、2000年に CR70 から4.5が廃車された。廃車後は、部品取り車となり、北見の車庫横に置かれていた。2001年に利用客増加をもくろみ、路線名の銀河にちなんで、CR75 から2.3に、 松本霊児の漫画、銀河鉄道39の全面ラッピングを施して運転を開始した。また、CR70 から2は北海道新聞の広告者であったほか、CR70 から8には映画、GTO を撮影対応として方向幕に札幌が追加されていた。2006年4月21日のふるさと銀河線の廃止をもって全車廃車され、 形式消滅した。廃止後、陸別町に、胴体保存運転用に6両が譲渡され、2008年4月より、ふるさと銀河線陸別鉄道にて使用されている。CR70 から6については、当初埼玉県の鉄道愛好団体、保存鉄道建設会に譲渡され、江差市町内の旧三行線の線路を用いて、建設予定の運転体験施設で活用される。 予定であったが、輸送費用の問題から構想が頓んだし、2007年9月末までに解体撤去される予定であったところ、北見市内の社会福祉法人理事長が引き取って、自宅前に台車を取り外して、生体保存されており、隣のふるさと銀河食堂と共に整備されている。このためアンマー国鉄に3両が譲渡された。ありがとうございます。